アメリカの国務省幹部は、北朝鮮が核実験の準備を完了したと明らかにしました。アメリカ国務省のソン・キム北朝鮮担当特別代表は7日、記者団との電話会見で、北朝鮮は核実験の準備を完了したと述べ、いつ核実験が行われてもおかしくないとの見方を示しました。ただ、実行のタイミングに関する情報はないとしています。また、核実験が行われた場合、日米韓で連携して迅速に核実験は受け入れられないことを明確にすると強調しましたが、対応策の具体的な中身は明らかにしませんでした。その一方で、北朝鮮に対話を呼びかけているものの、北朝鮮側からの反応は今のところないとしています。